どうも、ウズマックス電気店店長、ウズです。今回は、ビッグカメラ、新宿西口店で、スマートウォッチの話を聞いてきましたので、その動画をこの後流したいと思うんですけれども、皆さんスマートウォッチで付けられてますか？私は昔からアップルウォッチを愛用してるんですけれども、スマートウォッチってね、今たくさんあります。ガーミンだったり、ファーウェイだったり、カシオだったり、いろんなメーカーがスマートウォッチを作っているんですけれども、何を基準に選んだらいいのかわかんないですよね。なのでビッグカメラの時計コーナーの専門の方にお話を聞いてみました。選ぶポイントっていうやつですね。まずは売り場で撮影してきた映像をご覧いただきたいと思います。で、今回はスマートウォッチコーナーの方でおすすめの品を案内してもらうんですが、今回案内してくれるのは私、ビッグカメラ新宿西口店時計コーナーの木村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、スマートウォッチって私もそんな詳しくなくて、選ぶときに多分何を選んだらいいかって分かんない方が多いと思うんです。そういった入り口のところから今日はご説明していただこうと思います。そうしますと、まずスマートウォッチ選ばれるポイントといたしましては、用途として大きく3つの用途がございます。まず1つ目が健康管理、日々どれだけ動けてるのかなですとか、睡眠がどれだけ取れてるかなですとか、そういうところを気にして健康管理に生かしていただくって方がいらっしゃいます。まず1つは健康管理、はい。でもう1つがですね、今度運動される方ですね。例えばマラソンを走りたいから 42.195 キロ走りたいですとか、距離を決めてタイムを更新させて鍛えたいという方に向けてっていうところで選ばれる方が多くなっております。運動向け、はい。で、3点目といたしましては、スマートフォンとの連動性というところで、やはりそのスマートフォンに着信が来たときに知らせてくれたりですとか、あとはメールが来たとき、LINE が来たときというのは、その内容をスマートフォンを開かなくても見えるものというのがございますので、そちらを重視されるという方が多くなっています。同じように見えて、用途で結構選び方が変わってくるんですね。そうですね、それぞれのメーカーさんですとか、機種によって、やっぱり得意な部分というのがありますので、その中から選んでいただくというのが非常に使いやすいかなと思います。そういった中で今回はじゃあおすすめをちょっと選んでいただいていると思うんですけど、はい、ちょっとおすすめを1個ずつ簡単に紹介していただけるとありがたいかなと思います。はい、はい、ではおすすめの商品があるということなので、ちょっとポイントポイントで見させてもらいたいと思います。はい、でまず、生活のですね、健康管理におすすめの商品といたしました、こちらのフィットビットという商品がございます。その中でもこちらのバーサ2という商品ですと、音声で操作もできますし、また睡眠の管理に関しましても、体の動きだけではなくて心拍も合わせて測ることによって、よりその睡眠が浅いのか深いのか、またレム睡眠の時間がどれだけあるのかというところが、全て確認されるようになっております。レム睡眠って結構話題になっている言葉ですよね。はい、やはりですね、睡眠の時間だけではなくて内容質というところにもこだわっている方が多くなっていますので、うん、でそこを上げていただくと疲れの取り方とかにも最も変わってきますので、非常にその点では分かりやすくなっております。そういったところを知れるんですね。そうですね、はい。2つ目といたしましては、運動される方ですね、特に屋外をランニングされる方に向けましておすすめ商品がこちらのガーミンのフォーアスリートというシリーズになります。ガーミンすごいなんか惹かれてたんですよ、一時期そうですね、こちらに関しましてはやはりですね、GPS を内蔵しておりまして、 GPS の信号を受信しながら走ることで、より正確な距離を測ったりですとか、あとはそのキロごとのラップタイムを出したりですとか、あとは後ほどアプリケーション上で地図上でどこを走ったというような形のものを表記することもできるようになっております。GPS を常に追ってるっていうとバッテリーの持ちって気にしちゃうんですけど、はい、バッチリなんですか？ものによって若干差もありますけれども、最低でも GPS の運動モードで10時間程度は持ちますので、フルマラソンを走る分には十分持ちます。はい、安心して使えますね。そうですね、はい。進めていたしましては、スマートフォンとの連動という部分に関しまして、お勧めといたしまして、こちらのハーメイのウォッチ GT というシリーズがございます。こちらに関しましては、先ほども簡単にお話ししたんですが、スマートフォンにメールが来た時にこちらにメールの内容を表記して確認することもできますし、こちらの商品に関しましてはマイクとあとスピーカーも内蔵されておりますので、直接こちらに向かって通話することも可能になっております。最近スマートフォンを見るっていうのは習慣づいている現代人にとっては、これがあることによってスマホを見る回数が減りそうですね。そうですね、いちいちスマートフォンを取り出さなくても内容を確認できますので、例えば運転中ですとか、あとはその会議中ですとか、ちょっと見たいという時には非常に便利になっております。おー、そう。あとはここで木村さんの僕これ好きなんだよなっていうものがなんかあったら、なんかご紹介していただいてもいいですか？これ今一押しみたいな。そうですね、そうしますとガーミンのフェニックスというシリーズがございます。先ほどのガーミンと同じように GPS が内蔵されているものになりまして、はい、こちらの一番の特徴はさらに山登りに特化しておりまして、気圧で高度を測ったりですとか、あとはそうですね、ガーミンの独自のものになるんですけども、ガーミンペイという決済機能も使えるようになっております。すごいですね、あんまり聞き慣れない言葉出ますけど、それペイも使えるんですね。そうです、ただちょっと少しまだ使えるところが少ないので、まだじゃあこれ期待で、はい。
すみません、これなんかすごい気になるもの置いてあるんですけど、光らせていて、これなんか特殊なんですか？そうですね、こちらもあのガーミンの商品になるんですけども、まあ、プロフェッショナル仕様となりまして、まあ、それぞれにですね、特徴がありまして、まあ、一番高いこちらドライバーというシリーズに関しては、世界各国の F1 とか行われるサーキットのデータが入っておりまして、まあ、そちらの例えば周回のラップのタイムを取ったりするものができます。あとはこちらのアビテーターという商品ですと、こちらフライトログという形でパイロットの方が使うような商品になっています。例えば出発する空港と到着する空港を入力していただくとそれぞれの時間が分かったりですとか、おーすごい、はい、で3つ目のこちらに関してはヨットタイマーなので今度船ですね乗れる方の、機能がついておりまして、あとは山登りの方向けと、はいはい、あとは、よりこうアスリートの方向けのものでも上位に来ている形でより細かい分析ができるものという形になっています。なんか価格もズバ抜けて上がりますけど、はい、それぞれなんかプロフェッショナルモデルっていう形のようなもんですごいですよね。なんか特化されてるんですね。はい、作りに関しましてもやはりあのガラスですとか、あと周りの素材ですとか、そういったものにも非常にこだわった作りになっておりますので、まあ、フラグシップという最上位のモデルになっております。すごいなんか素材感からも違いますね。そうですね、作りが本当すごい。はい、スマートウォッチってなんかちょっとフワーっとしててわからない方結構いらっしゃると思うんですけれども、ビッグカメラさん来て販売員の詳しい熱を持った方がいらっしゃるので、こちらで買えば安心して自分に合ったものが選べるっていうのがいいと思います。はい、ぜひ安心してご来店ください。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安心して買えます。はい、いかがだったでしょうか。わかりやすかったね、ポイントがね。まあ、健康管理を特に気にするのか、運動に使うのか、まあ、あとはスマートフォンの代わりにそのメールチェックとかそういうビジネス用途に使うのかというちょっと3大項目があって、まあそれをいろいろ掛け合わせてもいいと思いますし、最後の方にね、ショーケースに入ってたようなフラグシップモデルみたいなスペシャリストモデルですね。何かに特化した人が使うようなスマートウォッチなどもあって、もう本当にね、価格の方もお手頃なものから高級なものまで様々ありまして、これなかなか見てるだけでも楽しかったです、コーナーの方。今回動画で紹介してくれた木村さんをはじめ、ビッグカメラの店員さんで詳しい方たくさんいますので、そういう方にちょっと自分が使う用途を先にお伝えして、予算に合わせていいスマートウォッチ選べると思いますので、悩んだらぜひ店頭の方を利用してみてください。まあ、今ね結構人気でいろんな方が使い始めている、まあ、使っているスマートウォッチの選び方のポイントっていうのを動画の方にさせていただきました。こちらのムーブーチャンネルでは、私自身がお出かけしてメーカーの方やあとはお店の方などのお話を聞きながら、ちょっとわかりやすい動画っていうのを用意していきたいと思ってますので、初めて見たという方ぜひ、ムーブーチャンネル登録していただけるとありがたいです。私以外にも、様々な方が動画を上げてますので、そういった動画も見ていただいて、楽しんでいただければと思います。今回は動画の方最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で、バイバイ。まあでも2、3年前ですかねぐらいまでだとスマートウォッチって本当にいいの使えるのっていう方が多かったと思うんですけど、今都内なんか歩いてるとね結構スマートウォッチをしてる人を普通に見かけますので、だいぶ増えたよね。まあ、そもそもね腕時計しないって方も多いからね。私腕時計好きなので必ずね両手にしてるってもどうかと思うんですけど、両手にね時計してるんですけど、本当にスマートフォンとはまた別で身につけておくといろいろといいこともありますので、この機会にスマートウォッチ初ゲットいいんじゃないでしょうか。